皆さん、こんにちは。情熱的奇の成長を導く、日本で唯一売り上げを上げるチームビルディングコンサルタントの岩見です。今日のテーマはですね、えー、経営者は劣等感を味方にするというお話ですね。あのー、私自身があ接していて、えーえー、経営をね、順調に伸ばされているような経営者の方々というのはですね、 えー、共通のポイントだなぁと思うんですね。経営者は劣等感を味方にしている。要はですね、劣等感をバネに成長するという感じでしょうかですね。あの、なんかそういうこう、劣等感みたいなものをうまく、えー、自分自身で、えー、受け止めて、えー、それをおお力に変えてですね、成長されているという気がするんですね。で、 えー、じゃああのー、そういうこう劣等感をおバネにできない方っていうのがまたいるんですよね。この劣等感をバネにできない方っていうのがどんな感じかと言いますとなんかこう劣等感というものを、まあ、言い訳に使い始めた時っていうのが実はうまくいかない。 なあというふうに思うんですよね要はですね、えー、こう自分自身がですね、えー、このこの劣等感があるからあー何々ができないというような言い方をする場合でしょうかね。でこれをなんか、えー、世間一般的にはですね言い訳みたいな言い方をする場合もあるんですけれども。 要は、その劣等感に感じていることについて、何かそれを克服しようというですね、歩みをやろうとするチャレンジをしないという感じでしょうかね。まあ、それをせずしてですね、この劣等感をなくしてしまいたいという、まあ、安易といえば安易ですけど、まあ、そういう考え方がああ持たれる人がいるんですよね。まあ、そういう方は、 経営者の中でも、まあ、もちろんいるわけで、まあ、人間ですからそうするとそういう方というのはですね、えー、こうどんどんですね成長できなくなるという感じになりますとなので、えっと、この大事なのは劣等感というものはあこれは持っていいというかあって当然だし、えー、もちろんそれを感じる自分人間ですから もちろんありますし、まあ、そういうことをどんなように真正面から受け止めてそれをご自身が一つ一つ成長していこうという気持ちになってやっていくことが実は経営者自身の成長を導くんだなということを身近な経営者の皆さんの成長されている皆さんの姿を見ていつも感じています。 なので、私自身もですね、経営者として、自分自身が感じる劣等感をですね、一つずつ解決というかチャレンジしていこうかなというふうに思うわけです。ぜひですね、この劣等感を味方にするという姿勢、考え方あ、よかったらですね、目につけていただきたいなというふうに思います。いかがだったですか はい。情熱で奇跡の成長を導く日本で唯一売り上げを上げるチームビルディングコンサルタントの岩見がお伝えしました。ありがとうございました。